9月28日土曜日、美杉町上田家の北畑神社で第16回桐山滝技能と野立琴の演奏が行われました。桐山滝技能は地域の歴史的資源を活用し、市民に日本古来の伝統文化に触れてもらおうと毎年開かれています。会場では滝技能の上演を前にセントヨゼフ女子学園の琴部による演奏が行われ、荒城の月、おぼろ月夜、おこと、グリーンウィンドが披露されました。北畠神社の境内にある国指定の名勝史跡北畠氏館跡庭園では、県立白山高等学校の茶道部による野立が行われ、訪れた人は振る舞われたお菓子とお茶を味わうとともに歴史ある庭園を楽しんでいました。日が暮れ始め、焚き木に火がつけられると、焚き技能が始まりました。はじめに、姉妹、摂生石が披露されました。姉妹は、能の一部を、面や装束をつけずに、歌のみで舞う演目で、能の基本とも言われています。笑いを誘う面白いやりとりが見ものの狂言では、竹生島参りが披露されました。竹生島参りは、無断で旅に出た召使いを懲らしめようと、主人が自宅を訪ねたところ、信心深く竹生島へ参拝していたことを知り、召使いを許す代わりに、旅の土産話を聞かせてほしいと頼みます。召使いは主人の機嫌を直そうとダジャレを交えながら土産話をしていく物語です。能では美保の松原に伝わる天女伝説をもとに作られた羽衣が披露されました。物語では美しい衣を見つけた漁師が天女に天上で伝わる舞を見せてくれるなら衣を返すと話します。天女は衣がなければ舞うことができないと答えると、漁師は舞うことなく持ち帰るのではと疑いますが、疑いは人間にあり天には偽りはないと話し、漁師は恥ずかしく思い衣を天女へ返します。羽衣を着た天女は天上の舞楽を舞い、国土円満を祈願すると、富士山よりも天高く舞い上がり、霞に紛れて消えてしまうお話です。訪れた人は、かがり火の中、羽衣を着て舞う天女の姿に、時代を超えて受け継がれてきた歴史と文化を肌で感じていました。なお、この日に上演された姉妹、狂言、能の模様は11月1日から放送するプラザツでお送りします。